皆さんこんにちは、本日はね、リアルマドリーだったりバイエルミュンヘンだったり、まあちょっと補強のことなんかにね、触れながら、話をね展開させていきたいと思います。はい、コメントをいただいております。こちらはフェリペコーチーニョさんですね。ありがとうございます。この記事を読んで思ったのですが、ライカ・リベリーとロッペンの対談が決まったり、主力の高齢化が進むバイエルンは将来に向けてどういう補強をしたらいいですか。またマドリーのペレス会長がベンゼマやベール、モドリッチなどを放出して若返り図るんじゃないかと噂されていますが、マドリーは近い将来に向けてどう編成すべきだと思いますか。はい、そうですね、あのバイエルに関しては僕はそれほど詳しいわけではないんですけれども、やっぱりね長い間、リベリーとロッペンに頼ってきたっていう、実情がありますよね。なのでただこれまで、作ってきたようなプレースタイル、ああいうサッカーをおそらく継続して、やっていくと思うので、まあ端的に言えばどれだけいいサイドアタッカーを、まあ、できればこう若くて生きのいい選手を取れるかどうかっていうところで、決まってくるんじゃないかと思います。まあ本当それこそね、マンチェスターシティで活躍しているサネとか、まあ、あるいはそのドルトムントにいる、サンチョとかプリシッチとか、まあそれをねまたそういう選手を取りに行くといろいろ問題が生じる可能性もあるとは思いますが、ただね本当にこう若くて、うん、こう突破力とスピードがある選手をやっぱり 2,3 人取ってきて、そこで競争させながら、今までのようなサッカーを継続していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。そしてマドリーについてですね、マドリーそうですね、ベンゼマ、ベール、モドリッチなどを放出して若返り図るんじゃないかと噂されていますと。そうですね、まあちょっと今そのベンゼマ、ベール、モドリッチってここに挙げてる選手でいうと本当にこう放出されるかもしれないなって思うのはベンゼマくらいで、ベイルとモドリッチは普通に残るんじゃないかなと、僕は予想しています。で特にベイルはもう本当にこうプレス会長がね2013年に獲得した時から、クリスティアーノ・ロナウドの後釜として、結構大事にね育てていくというか、まあ見ていくと、ベイルのチームを作るっていうのを結構明確に決めて、プロジェクトの一部に、ベイルを埋め込んでるところがあるので、ベイルは残ると思いますし、モドリッチに関しても、どちらかというとこう、まあ、売り時といえばこの夏だったんじゃないかなと思っていて、で、まあ、インテルへの、ね、移籍がこう盛んに、トレードされていますけれども最終的には残ったとというところで、モドリッチ、うん、まあもう 2,3 年おそらくトップレベルでできると思うので、モドリッチも残すんじゃないかなと思いますね。何かこうマドリーってずっとこう BBC って言われてきたんですけど、実はこうやっぱ核にいるのってモドリッチとクロスとカセミロってもこの3選手だと思うんですよね。でまあ若返りを図るんじゃないかというのは、まあ確かにその若い選手をね、取ってくるっていうのはまあこの数年、ペレス会長がね、やっていることで、まあテオエルなんですとか、まあセバージョスもそうですし、まあ出戻り組で言えばマルコス・ジョレンテとかマリアノとかっていう選手も戻していますから、フロレンティーノ・ペレスっていう人は結構その辺のやっぱりバランス感覚に長けていて、大型補強をする、まあ、大物選手を取ってくる一方でその若くていい選手を、取ってきたりとか、カンテナから気を見て選手を上げるようにするとかっていうのが、やっぱり彼はね本当にこうビジネスマンとして、うん、優れていると思うので、まあ今シーズンその無冠に終わった場合本当にこう刷新を図る可能性はあるんですけれども、チャンピオンズリーグ、うん、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイっていう3つのうち1つでもタイトルが取れれば大幅にね変えるってことはおそらくしないんじゃないかなと思います。はい、続いてこちらは FCM さんですね。ありがとうございます。森田さんが考えるあんまり目立たないけど、いい選手ベスト11が知りたいです、よろしくお願いします。はい、なるほど、面白いですね。そのあんまり目立たないけどいい選手ベスト11、これもはいタイトルが素晴らしいなと思います。
ちょっとね、僕も考えてたんですけど、まあ、できればリーガスペインでやりたいななんて思っていて、その時にやっぱり、バルサ、マドリー、まあ、アトレティコも入れてちょっとこの三強は、まあえて外してはい、それ以外のところからいい選手をピックアップしてベストイレブンを組んでみたりとか、うん、まあもう少しね規模を広げて、本当にこう、まあ、5大リーグとかでもいいんですけど、あんまりこう目立たないんだけど、こう効いてるなっていうね、選手で、ベストイレブンを組むと、まあ、ただ一人ちょっとエース級の選手だけもしかしたら入れるかもしれないんですけど、まあ、検討したいななんて思いますね。何かこうね、最近そうですね、ツイッターでフラの方がリプでその某メディアのこうバルサの歴代ベストイレブンみたいなものを貼り付けて送ってくださって、なんか僕は結構そういうの見た時に、まあ、もちろんそのいい選手が並んでてこうワクワクするメンバーではあるんですけれども、ただ一方でこういぶし銀の活躍をする選手というか、この選手がいるからチームが機能してるんだよみたいなね、バルサで言うと僕はやっぱ結構ペドロとかね、本当にこうきちんと評価されるべきでいい選手だなと思っていて、やっぱサッカーっていい選手11人並べてもダメっていうか、もうマラドーナ11人いてもダメだし、それはもうロナルジーニョが11人いてもメッシが11人いてもクリスティアーノとか11人いても同じでダメで、こう組み合わせとバランスだと思うんですよね。だから本当にこう、うん、目立たないけどすごいこう試合を見て、特にこうシーズン見た時に、あ、この選手は本当に効いてるなとか、もうこの選手嫌だなとか相手にとってっていう選手をやっぱりねきちんと見れるように、自分もなりしたいなと思っていますし、やっぱそういう面をね皆さんに養ってもらえればなっていうのは、はい、なんか強く思いますね。はい、ですね、チャンピオンズリーグの試合があったりとか、この時期はね補強のことで移籍の噂があったりして、こういろいろ追っていて、少し頭がねこんがらがってきているところではあるんですけれども、はい、少しずつね整理をしながら、こうやって、またね、皆さんと、フットボールについて語り合いながら、この師走の忙しい時期を走り抜けていきたいなと思っております。それではまた次回、アスタルエゴ。